皆さんこんにちは、中川内松隆です。小南真由子です。2人が演じるのはどんな役、はい、ということで、私はフランキー鈴木という、まあ、青年をやらさせていただくんですけれども、はい、なんかさっきいろいろ今日取材を受けさせていただいて、はい、なんか僕の発言が浜めぐさんも真由子ちゃんもとてもフランキーですねっていうことをおっしゃってくださったんですよ、はいはいはい、僕は別にそれを意識しているわけではないんですけど、あ、はいはいはい、まあ思ったことだったりとか、うん、まあ、感情をストレートに、はい、言葉に紡ぐっていうのは、うん、まあ、昔からもうそういう性格なので、はい、そうやってきたんですけれども、はい、まあ、それがちょっとフランキーにも当てはまる部分が、うん、まあ、あったりだとか、はい、まあ、あと情熱が、はいはい、とてもある人間なので、はい、もうラテン系とかも超得意なんですけどまあ今回はね、日系のお話なので、その日系移民の気持ちだったりとか、いろんな苦悩だったりとかっていうのをアメリカ人っていう誇りも持ちながら、まあ、今回演じようとは思っているんですけれども、はい、まあ、今こうやって2人で並んでると、まあ、ここがカップルなんじゃないかっていう役どころって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、でもじゃないですかってことですね。そうなんだね。実はそうじゃないんですけど、まゆこちゃんは、海宝さん演じるサミーと恋仲になる、米軍ナースのハンナという、米軍ナース以上です。はい、アメリカ人としての、家族を見る姿だったりだとか、日系人に対する接し方だったりとかっていうのをいろいろとこれからね詰めていかなければならないなと思うんですけども、うん、何せガウチさんとは初めての共演なのですごく嬉しいです。こちらこそです。前情報にはたくさん熱い方っていうことを、うん、ガウチさんってどんな人って聞いたら大体熱い男っていうことを大体伺うんですけども、はいはい、そうですね、あ、まさにそうだなってこう何度かお会いさせていただいている中で垣間見えて、すごくこれから楽しみです。プライベートはめっちゃ静かでえ、本当ですか。本当です、めっちゃ静かだし、あ、そうなんですか。超優しいしいや別に優しくないそう言ってもう本当表に出る時だけもう熱くてうざくて男っぽくしてるだけなんです。お、はいはいはい、ありがとうございます。そんな情報があったですね。はい、そうなんですよ。困ったなということで、ということで、まあそれぞれの役はあるんですけれども、はい、まあ、今回こうやって初めて、まあ、共演するというのと、まあ、この作品を初めて上演するというので楽しみにしていること、はい、僕はまず、まあ、初めましての共演者の方々含め、はい、今回もう才能豊かな、もう魅力的な共演者ばかりじゃないですか、はい、そのアンサンブルの方々も含め、はい、もうスペシャルな実力者たちばっかりなので、まあ、気落ちしないように本当自分が一番何もできない人間だって思ってるんですよ。いやいや、そんなことはないですよ。本当にだから努力をするんですけど、はい、そこに本当おっくうにならないように立ち向かって自分を信じてやっていこうと思ってるんです、はい、で、まあ、今回は初めましての共演ですし、はい、まだ僕がどういう人間なのかもまだ分かって大体はもう 120% ぐらいもう分かってるかもしれないですけど結構分かってますねまあ本当ざっくばらんにこんな感じなので、はい、まあ、ほっといていただければいいんですけれどもなんか、はい、他に楽しみにしていることってありますか。そうですね、本当に、まあ、この作品が今こう日本で上演されるっていうのも何か意味があるなって思いますし、うん、今日取材でも本当メグさんやカルマさんもすごくたくさんおっしゃってましたので、うん、この作品に対して本当にみんなで作り上げていきたいなっていうふうに思いますし、すごく素敵な先輩方ばっかりなので、私も本当に引けを取らないようにどん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 チャレンジして頑張っていきたいなと思いますね。いや、もう素晴らしいですね。いや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 、一緒に頑張りましょうね。一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあ最後に、はい、意気込み。そうですね、意気込みですね、はい、でも本当にまずこれもちろん自分たちで課題をクリアしていくことがいっぱいあるんですけど、多分共にコミュニティ、まあ、カンパニーというコミュニティとして、はい、乗り越えていかなきゃいけないような作品だと思うんですよね、はい、だからそこの部分を、まあ、精神的にも大変な作品にはなっていくとは思うんですけど、まあ、そこをみんなで支え合いながらちゃんとこう足りない補える部分をこうみんなで補っていきながら、より深い作品に
あの一緒にしていけたらなっていうのが、まあ、今僕は思ってる感情なんですけど、はい、まあそうですよね、うん、しっかりとまあ健康に気をつけて、そうですね、あとは本当にちゃんと上映されることを願って、はい、やっていくしかないんだなと、本当そうですね、思いましたね、明るく前向きに、うん、あの取り組んでいきたいと思いますし、何よりやっぱね、お客様がいてこその舞台ですので、うん、ぜひ上演できるように楽しみにしながら、はい、稽古頑張りたいと思います、はい、劇場でお待ちしています。